こんにちは、井戸真子です。今日のマグチャンネルはスタマです。こちら、今日から発売、12月3日から発売の抹茶の新作を食べたいと思います。イエーイ。もうね、毎年抹茶を本当に楽しみにしてて、私も抹茶好きなんでめっちゃ嬉しいです。じゃあ早速いただきたいと思います。で、上はソースもたっぷり。いただきます。うん、甘っ。めっちゃミルキーです。なんか多分そこまでいけないからかもしれんけど、抹茶っていうよりもミルキーな感じ、牛乳っていうよりはミルキーみたいな、あのミルキーな感じがする。甘っ、めっちゃ甘みです。うん、ここの底がめっちゃ美味しい。ここはもう本格的な抹茶です。でも全体的に本当に甘いので、甘いの好きの方にはすごいおすすめだと思います。結構この底に抹茶があるから、飲むときは混ぜて食べた方がいいかなって思います。じゃあ次、そして次はこちらです。でれん、抹茶クリームプリン。抹茶めっちゃ美味しそうです。こちらもいただきます。これはちょっと新作なんかは分かんないんですけど、でも抹茶クリームってついてるから新しいんかなみたいな。オープン。って感じの抹茶、舌触りがめっちゃ滑らかで、口の中に入れた瞬間にとろけていきます。これもめっちゃ美味しいです。おすすめです。ぜひ皆さんも抹茶好きな方食べてみてください。そしてマグチャンネルは毎日20時にアップしています。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。キラスカードもご覧ください。ということで、今回は池田真子のスタバの新作のレビューでした。バイバイ。